高校の時はバスケ部で普通にバスケばっかりしとって、でだからなんかあんまりアートがそんなどうこうみたいな興味はなくて、ずっと絵描いたり漫画読んだりはしとった感じです。友達と遊んだりとかライブ見に行ったりとか、なんか自分の好きなものを集めていった感覚の一個になんか絵がある感じですね。なんかもうお客さんの目の前で描いてるんで、それこそ友達やったら話しかけてくれるし、知らない人でもなんかその場で見た感想を直接僕らがおる前で言ってくれるから、まあなんかコミュニケーションできるアートっていいなと思って続けてます。子供とかがおったりしたら子供と一緒に描くとか、子供が筆触りたいとかって筆触らせてあげたりとか、まあ、そういうのはあんまライブでしかできへんからおもろいなと思います。なんかほんまにどこに何を描くかって大方なとこしか決まってないから、現場でこうしたい合わせたいって話し合いを、まあ、相方としながらここも作り上げていく感じ。なんかいろんなアートあっていいし、人がどうかは分かんないですけど、僕がやりたいのは2人で1枚の画面をめっちゃ強くすること。四隅まで目がいって1個大きいモチーフがあって、宗教画じゃないけどドカンとした1個の画面の強さが出せるようにしてます。最初はグラフィティを見て大きな絵にとにかく憧れて、でっかいものを描きたいなと思ってグループを組んで、でドラゴンさんとかドッペルとかグラビティフリーとか、そういうちょうど10個上ぐらいの世代がなんかギュッと固まってライブペイントっていうシーンを広げていったのを見てて、でそれから派生して海外のグラフィティアーティストとかミューラル壁画を描くアーティスト、いろんな人、今インスタとか便利になったんでいろんな人を見つけて、そこからいろいろ影響を受けてます。田舎で育ったので山でずっと遊んでて、そういう自然にあるもの、石とか自然、木とか水とかいろんな自然とかからもらったインスピレーションを画面上で抽象的な形に表すように心がけてます。だから今回ざっくりこの色合いとか構図だけはちょっとだけ決めて、それにどんどん色を乗せたりいろんな形を足していったりで、じゃあ次何しようか、次何しようかっていうのを毎回話し合ったり自分で考えたりしながら描いてます。イーストロンドンっていう街自体がその壁画と一緒に産業が盛り上がっていくっていうテーマをもらったので、まあそういう小屋も作ってもらったし、なんかその現場っぽい僕らがいつもやってるような街に残したいと思う壁画を今回落とし込めるように意識してやってます。